希望の方、光はここにある。大川隆法。第一章、自分をもっと褒めてみよう。5、自分で自分を褒める努力を。自分の良いところを見つける。人から褒めてもらえるということは、とても嬉しいことです。幸福の科学では、正しい言葉で人を褒めてあげよう。人に対しては優しい言葉を投げかけ、愛を与えようと説いています。しかし、現実には優しい言葉をかけ、愛を与える人の数はまだまだ足りません。そこで、どうしても人が褒めてくれないのであれば、たまには自分で自分を褒めた方が良いでしょう。見方はいろいろありますが、自分に関しては自分が一番情報を多く持っているのですから、少し見方を変えてみようかと考えることです。あの人と比べて劣っている。こうならなければ失敗だという考えでいくと、自分はダメな人間だということになるかもしれませんが、少し違う見方もあるのではないでしょうか。現在の自分は、小学生の頃から見れば、随分成長したはずです。10代の時には、こんな自分は一生結婚できないのではないかと悩んでいた人が、今は不作の女房をもらったと悩んでいるかもしれません。しかし、結婚できないと思っていた自分から見ると、結婚できたということだけでも、とても偉いことではないでしょうか。また、こんな不作の女房であっても、それを養い続けているというのは、偉いことではないか、という見方もあるでしょう。子供の出来が悪くて悩んでいる人の場合は、こんな出来の悪い子供であっても、それを育てているというのは、すごいことではないか、という見方もあります。60歳で平社員である人の場合は、60歳で平社員であっても、仕事を続けているのだから、大いに情熱があるではないか、という見方もありますし、病気をしないだけでも大したものではないか、という見方もあります。髪の毛で悩んでいる人の場合は、髪の毛が全くなくなる人も多い中で、たとえザビエルのようではあっても、周りに少し毛が残っているだけでも、すごいではないか。白髪になったけれども、ロマンスグレーでかっこいいではないか、などという見方もあります。そのような見方もあるので、人があまり褒めてくれないのならば、たまには自分で自分を褒めた方が良いのです。ただ、人前で私は偉い偉いと自分を褒めるのは、みっともないでしょう。人前で、お前はダメだ、私は偉い、と人を腐して自分を褒める人もたまにいます。それが自己防衛のためであれば、仕方がない面はあるのですが、いつもそれをやっていると、人から嫌われます。人前で自分を褒める必要はないのであって、自分一人で、やれば良いわけです。毎日毎日だとやりすぎかもしれませんが、週に1回ぐらい、こんな鬱状態だし、まあたまには自分を褒めてみるかという気持ちを持っても良いのです。自分には少しは良いところもあるのではないかと考えることです。少なくとも過去の自分と比べたら、何らかの成長をしています。全部失敗である。
全部以前より下がっているということはないのです。必ず何らかの面で進歩があります。例えば、課長に昇進し、任務が果たせないので、鬱になるという場合は、そんなことを考えもしなかった新入社員時代から見たら、それだけでも見識は優れていることになります。課長になるプレッシャーに耐えられないで鬱になるというのは、自分の能力がそれほどないことを分かっているからであり、それだけでも大したものです。新入社員の頃には、自分は社長になれるのではないかと思っている人がたくさんいますが、課長になるときに、自分には課長が務まらないのではないかと思うというのは、かなり見識が進んでいるということなのです。そういう自分を少しは褒めなければいけません。パタパタと風を送る気持ち。頑張れ、頑張れ。いいぞ、いいぞ。良いところがあるぞ、という気持ちで、少しは褒めたいものです。人が褒めてくれないならば、自分で自分を褒めなければいけません。天狗になってはダメですが、少しは自分を褒め、気分を高揚させることが大事です。鬱になって反省しようとしてもできないのであれば、良いところを見つけてみるかと思い、自分を褒めることです。ただ、それを他の人に聞かれ、けなされると逆効果になります。私は偉い偉いと自分で言って、他の人から何を言っているのだ、愚か者とパシッと言われると、もっと鬱になります。人に聞かれないよう、自分一人で部屋にいるときに、にっこり笑いながら、自分を褒めていた方が良いのです。何を褒めるかが考えとして浮かばなければ、紙に書いても良いでしょう。このようなところが素晴らしい。今だけを見たら素晴らしいとは言えないけれども、昔に比べたら素晴らしいなどということを考えるわけです。皆さんは自分には何も取り柄がない、良いところは何もないというかもしれませんが、そんなことはないのです。動物から見たら人間はスーパーコンピューター。我が家では子供たちがペットとしてウサギを飼っています。すでに2代目のウサギになっています。ウサギは可愛いものですし、餌をもらえて撫でてもらい、可愛がられて幸福なように見えます。しかし、ウサギは一言も話せません。これは気の毒です。皆さんは自分は惨めだ。自分には何もないと言うかもしれませんが、そう言えるだけでも大したものではないですか。愚痴を言えるだけの言語能力があるのです。ウサギはそもそも話せないのですから気の毒なものです。ウサギは算数もできません。数については1個、3、4個、たくさんの3種類ぐらいはどうやらわかるようです。そして朝と夜に餌をやり、お昼には餌をやらないと決めていると、こちらがお昼にウサギのところへ行ってもカゴから出てきません。餌は1回くれたら、次の時にはくれないで、その次の時にはまたくれる、順番にくれたりくれなかったりするということぐらいは分かっているのです。その程度の知能まではいくのです。初代のウサギは人間の言葉を少し覚えました。餌や人参
という言葉を覚え、こちらが餌とか人参とか言うとパッと反応しました。しかし2代目のウサギは言葉を覚えません。ウサギによって能力に差があるのです。また初代のウサギには人間の手をペロペロ舐めてご機嫌を取る術がありましたが、2代目のウサギはペットショップで育ち、親に教わらなかったため、人間の手を舐めることを知りません。2代目のウサギは、餌や人参という言葉もわからないし、ペロペロ舐める技術も持っていません。その面では初代より劣っていますが、別の面では初代より優れています。空中にぴょんと跳ね、鮎のように体をくねらせて喜びを表現する術を持っているのです。この術を初代のウサギは一時期できて、その後できなくなったのですが、2代目のウサギはずっとできているのです。2代目のウサギにはお腹を裏返して愛嬌を振りまく術もあり、初代のウサギよりも能力的に優れている面があります。同じ種類のウサギでも、やはり能力に差があるのです。その意味では、ウサギにも人間でいう優勝劣敗のようなものがあるのでしょう。しかし、ウサギを見ていると、基本的に藁と餌と水ぐらいしかもらえないし、数も数えられないし、言葉も話せません。一方、皆さんは、今、自分には何もない。自分はクズのような人間だ。と言っていたとしても、動物から見たら、巨大スーパーコンピューターのような存在に思えるはずです。無念無想や無我の境地を目指そう。動物の例を出して述べましたが、そのような面は人間には随分あるはずです。したがって人が褒めてくれないのなら、少し自分で自分を褒めてみようと考えて、その努力をしてみてください。これは鬱社会においては特に大事です。マイナスのイメージが強いときは、プラスの思いを出して調整し、バランスを取ることです。医学的にもそういうことが言われています。医学では、うつの治療をするときに、等身大の自分、すなわち実サイズ、実寸の自分を見るようにしましょう。マイナスのことばかりを考えず、プラスのことも考えて、等身大の自分になりましょう。社会的に見て、このくらいという実寸の自分を取り戻しましょう、と言っているのです。そういう意味で、少し自分を褒めることが必要です。また、いつもマイナスのことばかりを考えている人は、時折幸福の科学の庄者や支部へ行き、無念無想、何も考えないということを練習してください。そういう人はいつも悲観的なことばかりが頭の中を回っているので、考えないという練習をすることです。最初は5分も持たないでしょう。なかなか5分は持たないものです。無念無想で心を空っぽにすることが意外とできないので、最初はせせらぎの音、風の音、鳥の鳴き声、滝の音、あるいは静かな音楽、瞑想音楽などを流し、それに集中していても良いでしょう。とにかく無駄なことを考えるのをやめることが大事です。たまには自分を褒めてみましょう。そしてたまには
無念無想や無我の境地も目指してみましょう。マイナスの思いを出すのをやめてみましょう。静かな気持ちになってみましょう。そうすれば、仏性を持った自分のあるべき姿、自分の歩むべき道、自分に対する客観的な評価というものがありありと見えてくると思うのです。どうかそういうことを試みてください。